さあ皆さん始まりました。今日2回目の配信ですね。日付2月の16日、今がちょうど15時過ぎたあたりですね。今日日経平均600円近く上がりました。もう稼ぎ時でしたね、今日はね。もう書き時っていう形でね、もう僕もね、売買とかもしてたんですけど、非常にね、やりやすい相場だったんじゃないかなというふうに思います。で、ウクライナのね、リスクが若干後退した、まあ一部ね、軍の方が撤退したっていうニュースが出て、まあ米国株上げ、日本株も上げ、その反面コモディティ下げという形で反応してるんだけれども、まだこの一部撤退に関しても、アメリカの方はね、まだ未確認だっていうふうに言うてるし、まだ、舞台の方が展開されているという状態なので完璧にリスクは後退してません。完全撤退の4文字はまだ出てないんですね。一部撤退なんですよ。一部なんですね。なのでそこあたりも踏まえて、あとはまあ議事要旨の発表であったりとかもね、いろいろとありますから、まあ、そこあたりも踏まえて今のマーケットの状況分析、その通りやっていこうかい。で、マーケットのね、分析始める前に僕のプロフィール。7年間で証券会社に勤めてました。最終本店勤務、社長賞連続で受賞したりとか、ちゃんと実績残し辞めて、今こういったことやってます。なので、実務経験をしっかりと積んだ若い兄ちゃんが、配信してるっていうふうに思っとってください。なんかその知識はなくて、適当にこう配信してるっていうわけではないので、よろしくお願いします。というわけで、まあ何言ってるかわかんないですけど、まずはいつも通りですね、マーケットの全体像の確認から行きましょう。はい。S&P500、ナスダック、ニューヨークダウに関しては上昇、ナスダックは 2% 以上上げと。で、ビックス指数、市場のファン心理を表す恐怖数は 25.7 で低下。9% 相当下がってるので、ボラタイルな動きは若干落ち着きつつはあるんだけど、まだ節目の 20% っていうところは下回っていません。で、日経平均その流れで595円高。27,460 円ですね。まあ、まあ、予想していたぐらいで、頭取って終わってきたなって形です。まあ、ここあたりまでしか上がらんだろうなって今日は思ってたんで、はい。妥当な水準ですね。で、上海、あとハンセンですね。ここも中国マーケットもまあ上昇に転じていて、欧州の株式マーケットも 1.95%、ユーロスト50は上がってるという形なんで、目先はリスクオンで、マーケットは傾斜しと動いていますと。はい。まあ、ここあたり確認できた。じゃあ、現状の日本株マーケット、今日の時点でどういったね、動きをしてたのかっていうテクニカル分析に移りたいと思うんですけども、まず見ていくのが、日経平均の冷やしチャート。ここから行きましょうか。で、25日の平均線ですね。今日の終わりにはここのライン上まで上がってきてます。で、ここその25日の平均線じゃなくて、もう一つ実はね、出せないんですけど、抵抗ラインが存在してるんですよ。で、100日と200日のラインはここデッドクロス組んできてるんですけど、そこのリアクションは今回は上昇で反応してます。まあ、これがね、どういった形で続いてくるかどうかですよね。まあ、でも上がったとしても目先は50日移動平均あたりかなと、この青のラインのところぐらいかなと思います。なんでかっていうと、ここの窓埋めっていうところもあるし、あと、ボリンジャーバンドの上の青のラインかな、プラス2シグマのラインがここに存在しているので、おそらくそのバンド幅拡大しての上昇っていうのじゃなくて、揉み込みながらしばらくこう、上下刻みながらの値動きしてくるんじゃないかなというふうには思うんですよね、個人的には。まだ25日移動平均線も、まだ下向きですからね。ボリバーの中央線も下向きなんで。で、MACD はゴールデンクロスを継続中、ストキャスティックス中途半端、RSI はまた上値ラインを試しに来てるという形ですね。上値ラインっていうのがどこのラインなのかっていうと、ここですね。ちょうどこのラインが意識されてるんで、ここのラインを抜けてくるとおもろいです。日本株は、日経平均はね。ただし、需給、まあ、期日がまだあるので、慎重に行きましょうか。はい、9月の高値、9月の14日あたり、9月の半ばの高値の半年後は3月の14日です。ここまでが信用の期日です。ここまでが信用の期日。で、さっき違う情報を見とったんですけど、信用評価損益率とか見てたら、信用倍率は 4.35 倍まで今低下してます。2月の4日の週までは 4.74 倍だったんだけど、今 4.35 倍なんですね。で、信用評価損益も、いつも 10.9% マイナスなんですよ。マイナス 10.9%。若干ね、その改善の傾向は見える。で、売り算の方も増えてきてると、買い算は若干300億円相当減ってるのかなっていう形なんですけど、まだ 3.29 兆円ぐらいかな。信用改ざんは積み上がってるので、まだ需給は悪いですよね。
言うて、売りも増えてるからいいんですけど、改ざんはそんなに大きく極端に減ってはいない。中身的なところを言うと。なので、まあ、どちらにしてもここあたりはまだ売りが出やすいですよっていうところを念頭に入れときましょう。需給の期日。期日過ぎたら、銘柄に関してはそこから上げていく可能性あるんだけれども、それがまだ通過してない銘柄は、ここあたりでちょっとまだね、揉み込んでくる可能性があるので、ちゃんとそこは意識ですね。で、日経平均の上下に寄与した銘柄が今日はちなみにどこだったのかというと、1位は東京エレクトロンですね。ここが 5% 上がって、日経平均を97円相当押し上げました。で、その下に、ファーストリテイリング、ユニクロにアドバンテスト、TDK、新越。もうテック株がもうこぞって上昇ですよね。これ見るとね、テックがね。まあユニクロだけまたちょっと違うけど。で、下落企業の上位は、住友金属鉱山、日記、あと、出光、キーエンス、インペックスとか、もうね、コモディティ関連がガクって下がってる。もうここあたりもみんなのね、予想通りだよね。だって WTI 原油下がってるし、ウクライナリスクは一旦後退したんだから、やっぱそこあたり関連で上がってた銘柄は今日弱いでしょう。まあそれがもう教科書通りの、ね、動きを今日はマーケットはしてます。で、テック関連上がってるんですけども、ソックス指数がね、昨晩 5% 以上上がってきましたからね。これアメリカの半導体株指数なんだけども、上昇率は、5.47% ですね。もうこれだけ強烈に上がってたら今日ね、やっぱし半導体株が、寝がたくね、動くんじゃないかと、そこがたく動くんじゃないかっていうところはなんとなく想像できた。まあ想像しやすいところかなというふうには思います。はい。で、半導体銘柄個別ごとに見ていくと、東京エレクトロンさっき言った通り 4.91% 上昇で、まあね、25日移動平均線ラインまで戻ってきましたよね。レーザーテックはね、まだ乱高下してるんだけど、今22,325円かな。これも上下まだまだしてるかな。上げたそうな気もしてるけどね。この移動平均線がデッドクロス、組みそうになってるし、全体的にただね、やっぱしテック関連は、ぱっと見やっぱし今日はパフォーマンスいいですよね。金円下がってるけど。はい。やりやすかったんじゃないかなっていうふうに、ここに関しては思うかな。で、WTI 原因ですね。まあ、住金とか下がっちゃってんで、そこはもうここが、昨晩ね、96ドルぐらいから、90ドルぐらいまで一旦落ちたのかな。で、そこから今少し上がって 92.15 ドルっていうところで動いてるんですけども、まあ、ここがどうなるかですよね。まだその上昇方向なんで、昨晩下がったんですけど、5日移動平均線上までの軌道修正が入ってるだけなんですよ。軌道修正がね。まだウクライナ情勢は一部懸念後退したといっても、いろいろと不確定要素が多いので、まだここに関してはちゃんとした事実ですよね。一部撤退じゃなくて、さっきも言った通り完全撤退っていう文字、4文字が必要だと思う。その事実をもって上行くか下行くかっていうところが、また明確に出てくるかな、おそらく。おそらくですね。で、他のところも合わせて見ていきましょう。ドル円はどうなのか。今、115円の半ば、ちょっと後半ぐらいかな。はい。115円の68銭で動いています。で、ここに関しても今のところ、怪しい動き方はしてないかな。まっくり切り上がってる。ストキは中途半端。RSI は若干切り上げてるので、まだあれかな。怪しい動き方はしてないかな。もう少しね、見ときましょうか。目線は少し上向きで。まあ、ちょっと山なりになってきてるからあれなんだけど、MACD が変な動きをしてくるまでは基本的には、あれかな、様子見かな。リスク回帰の円買いには向かってないですよね。とりあえずね。円安に戻ってるんで。円安に戻ってるので。で、ドルベースの日経平均。日経平均はあることのドル円。為替の感濃度を加味したやつですね。はい。日経平均、海外勢が見てる日経平均も、ここは今回切り上げて、ボリンジャーバンドの中央線ですね。ここのラインのところまで一応戻してきてると。で、マックに上昇トレンド計測中。ストキャも切り上げてる若干。RSIは切り上げてきてるね。RSIはね、上値の抵抗に抜けたんじゃないかな、これは。若干抜けてきてるんですよね。若干抜けてきてるんですよね。で、フィボナッチのラインで言うと 38.2% 戻しラインかな。ここのラインを終値ベースで抜けて、とりあえず 61.8% 戻しラインです。ですね。ここのラインぐらいまで戻してほしい。まあ、とりあえず半値戻しがね、まずは重くくるんでしょうけど、この 241.24 ドルっていうところがね。
少し目線はまだもうちょっと上見たいね。上見たいっすよね。これ見るとね。で、今日経平均先物引け後の動き見ると小幅安で、ただ米国株先物がね、今下がってるんですよね。ニューヨークダウが122ドルぐらい下落していて、ナスとかソックスの先物も0.3%ぐらい下がってるから、まあこれがね、今晩何もなく上がってきてくれたらまあいいのかなと。はい。まあ、今晩またライブ配信するんでね。そこで皆さんとして見ていこうと思うんだけど。はい。で、次に NS 倍率ですね。これ日経平均割ることの S&P500 です。上昇すると日経平均より、下落すると S&P500 より。要は、これはアメリカと米国株と日本株、どっちの優位性が高まってきてるのかっていうのを表すチャートになるんですよ。で、これは今、切り上がってきています。切り上がってきている。で、5日移動平均線と25日移動平均線はゴールデンクロス組みそうになっているので、この黄色のラインと水色のラインがね。なので、これゴールデンクロス組んでくると少しね、上向き圧力が入りやすくて、日本株の方が相対的に米国株よりもパフォーマンスが良くなるかもわからない。で、3月ぐらいに動きますので、これは。どっちか方向にですね。前から言ってる通り、ここは3939っていう形で、3月、9月、3月、9月で、だいたい動いてます。ここ見てください。9月に上昇に転して、ここも3月に動いてると。で、9月でまたここも動き始めて、3月で下落に転した。で、8月30日、まあ9月ぐらいですよね。ここで一旦その米国から日本株への流れが発生してきて、じゃあ次3月、どういっちに動くのかっていうことなんですよね。なのでもう方向感どっちかにブレますので、日本株と米国株どっちの優位性っていうところが。で、通常だったらやっぱし金融政策の方向性っていうところで言うと、米国株は縮小の方に向かっていってて、日本の方は逆の方向いてますよね。通常で言うんだったら、まあ日本株優位になり得るかなっていうふうには思うけれども、キッシーリスクが重くのしかかってるという形ですよね。うん。皆さんの意見もね、よかったらコメントにください。3月かな、もしこの NS 倍率の推移が正しいならば、3月、まあ、米国株優位、日本株優位、どっちの方向にブレるのかっていうところを皆さんのね、ご意見とかを募集しますんで、その他のね、意見もよかったらコメント欄にくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。今、ね、ものすごいコメント欄の内容っていうか、中身がめちゃめちゃ熱くなってるので、もう僕すごい嬉しいんですよ。レベルアップしてますからね、僕のチャンネルがね。ライブ配信もさることながら、コメント欄までね、それが波及してきてるっていうのはめちゃ嬉しいです、ほんと。はい。まあ、とりあえず、それはさておき、次に見ていくのがトピックス。で、トピックスも、今回は上げで反応ですね。はい。で、25日移動平均線、黄色のラインと5日移動はもうゴールデンクロス形成している。で、ここで上げた窓を今日埋める動きが入ってきてると。で、フィボナッシの61.8%戻しラインをまたね、目指すような形で切り上げてるんですね。で、MACD も切り上げてきていて、RSI もこれ上昇してきてるから、まあ、ここはまだ抜けてないですけどね。上値抵抗ラインは。ぴったりね、合うんでね。ここのラインを抜けてくると、上の方に、いよいよね、ちょっとトレンドラインが向かうかもしれない。はい。で、日経平均割ることのトピックス。はい、NT バイアスですね。これ NT バイアス。日経平均割ることのトピックスなんで、上昇すると日経平均より、下落するとトピックスよりっていうふうに判断するんだけど、これは今日時点では2日連続陽線で、トピックスよりも日経平均有利にマーケットは動いてます。ただまだ下落方向にバンドを形成してるというところを考えると、まあトピックス構成銘柄の方が、ここ元のパフォーマンスで言うと、日経平均よりも優位性は保ってるのかなっていう状態なんですね。だからこれがここで切り上がってくるかどうかですよね。ストキャスティックス売られすぎで RSI も切り上がってきていて、RSI の割の抵抗ラインは、まあここあたりが意識されてるんですね。このラインを。だから明日見とってください。ここを抜けてくると、日経平均構成銘柄の方がパフォーマンスが良くなる可能性があるので、NT 倍率がもうちょい切り上がってくるかもわかんないんですね。しっかりと明日の動き、明日、明後日の動きは注目かな。ここを見ると。で、次にマザーズ、1.13%上昇だけれども、なんですよね。1%しか上がってないんですよね。しかも行ってこい。上がって下げてるんですよ。マザーズの信用評価損益率はマイナス35%ぐらいなので、34、5%ぐらいなので、まだまだ厳しいです。損してる人はいっぱいいます。売りたくて売りたくてしょうがない人はいっぱいいるんですよ。いっぱいいるんですよ。戻り売りは出やすい。戻り売りは出やすいと思う。そういったことを考えても。
なかなかね、ちょっとまだマザーズは乱高下激しいですよね。特に今日もマザーズ銘柄、大きく上下してる銘柄が確かあったんですよね。ベース378円。変化、決算後、ガイドラインしくって5.2%下落。あと、まあ、ここあたりとかも下がってるしね。まあ、上げてる銘柄もあったんですけど、オンコリスバイオファーマとかね、これ7%上げてるしね。でもそんなにこう、ないんですよね。メルカリとかもね、もう、上がったけれども、地位張ってるし。メルカリとか。で、これ、75日移動平均線と200日のデッドクロスが、もう数日後に発生してくると思うんで、そこあたりもあれだよね。なかなかきついよね、中国型株は。もう今年は僕はもうマザーズ銘柄はもう手出さないです。そこはもう言っときます。今年は僕は東証一部の銘柄、底堅くて実力があって業績がしっかりしている銘柄を中心に取引をしていこうと思ってますから、僕はもう今年に入ってマザーズ銘柄を一切ほぼ見てないです。見てはいますけど、こういうふうに解説するからね。見てはいるんだけれども、トレードの時に、あえて見るようなことはしてないですね。見たら買っちゃいたく、買いたくなっちゃうんで 見たら買いたくなっちゃうんで、もう東証一部の銘柄しかやってないです。はい。で、アメリカのその10年債利回りとかもね、またちょっと上がってきてるからね。今2.04%、10年債は上がっていて、2年債は1.562%。なんかね、上の方で揉み込んでるんですよね。これ止まりたいのか、まあ抜けたいのか、まあどっちかなっていうところではあるんだけど、なので現状のマーケットの状況を見たんですけども、現状はですね、いい感じだよね。今日はもう稼ぎ時ですよ。こういった時にやっぱし、利益を出していかないともったいないですよね。もったいないですよね。で、脅威みたいなね、いい試合の時に利益出しておけば、その分余裕が生まれて持ち越すことも可能になってくるし、余裕があったらね。それか、まあ一部だけ売って一部だけ持ち越してもいいだろうし、利益をね、そのまんまもう確定させちゃって、まあいろいろと FOMC 議事録、要旨かな、議事要旨とか、まあそういった発表とかも控えてるんでね、ウクライナ情勢も控えてるっていうところを踏まえて、まあコツコツやってもいいし、チャンスはね、ピンチはチャンスっていう形で捉えていきましょう。まあ、今までね、昨日まではピンチだったんですけど、今日ワンチャンス来ましたからね。まあ、こういうところで、やっぱしこう、取れたらね、一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ僕はまだそのデイトレですね。まだ完璧にね、不確定要素が全部弾かれたってわけではないですし、一部後退しただけです。一部後退しただけなんですよね。一部緩和しただけなんですね。だからやっぱし一個ずつ全てがクリアになっていかないとなかなか持ち越しは怖いなと、一日経ったらね、こうゴロって変わるような今マーケット状況なので、しっかりとリスク管理だけはしとってください。僕はそのいろんな諸事情とかあってデイトレしかやってないんですけども、投資助言業の資格の申請とかあってですね。やってないんですけども、もう持ち越しとかも全然いいと思うんですよ。銘柄によっては上がってる銘柄もあるし。ただ、持ち越すにしても、全力投球じゃなくて、しっかりとキャッシュポジションを残しておくっていうのが、今の、まあ、今年の相場の基本戦略になり得ると思うから、全力投球はもうするような相場ではないです、今。2020年、2021年みたいないい相場終わりました。今から業績相場です。しっかりと業績実力っていうところを分析して持っていか、見ていかなければいけないですし、FRB の利上げペースもしっかりですよね。そこあたりももしかすると、さらに前倒しでインフレ圧力が進むことによって、前押し圧力が 強まってくるかもわかんない。そういうところもやっぱし不確定要素もしっかりと把握した上で、じゃあどれだけね、自分の資産の何割を1回に投資しようかっていうのを考えてみてください。そうすればきっと今年もね、うまく皆さん立ち回れると思うので、いざという時はこう出動することもできるようになりますからね。よろしくお願いします。なのでまた動きがあったらですね、すぐ YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら皆さんですね、僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいてもらえたらと思います。で、今晩もまたいつも通りライブ配信をですね、23時頃、22時半、23時頃にね、ちょっとやっていきたいと思うので、皆さん今晩も週5ね、よろしくお願いします。というわけで、今日も一日皆さん、お疲れ様でした。また夜お会いしましょう。